もうね、あの寝落ちはしないって決めたけんさ、いやま寝落ちはしないって言ったらあれ、寝落ちしてるんだけど毎日最近マジですごい、もうなやばいというかね、もうなんか洗濯物を今干した後布団の上に置いてて、それが一生しまえなくて布団かぶれなくて今でも寝る直前に畳もうって思うんよ、すること全部終わった後。でもなんか最近もうね全部終わらないまま、あーって一瞬やったら気絶している。起きていますわ、ドキドキした、みんなドキドキしている、うちもドキドキした。いや嘘かも、あんましてないかも大丈夫です。ちょっと50分まであのいろいろと作業してて、そう50分になってちょっとメイク直して配信しようって、ごめんマジツイートすればよかったって思いながら、ツイートした方がいいかなと思いつつごめん。ちさまやっほー、そらちゃんやっほー、すみちゃんもドキドキさせやがるぜ、ドキドキした、ゆっくんドキドキした、よかった起きています、ゆっくんやっほーやっほー、計画的犯行ないヒヤヒヤする、そう寝落ちもよくするけんね。そうでもね、あのでもう今月は絶対にあの寝落ち布団に絶対に配信した後まではいかない。もうしゅうしさんこんばんざい、じゅんぼさんやっほー、もう最近寝ちまって全然見えないね、思った、いや涼しそうやろ、そう今日なんか意外と寒かった、配信遅らせてドキドキさせ、これそういうこと、うんやばい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 、もう全然何も反射でそういうことって言ったのバレたあ、持ち丸ゆうきも計画的犯行をやっているよこれは絶対っていう時間に配信始まった、珍しくない、もうね、最近はねでもジャック・オブ・東京とかもあったり、もうねあのお披露目バンドジャパンフロントセブンのお披露目ワンマンライブまであと1週間だったり、マジヤバ激ヤバ丸丸丸って感じなんでね。もちここの時間珍しいね、ちょっとさうちさ今日さ肩取れたのかなってぐらいすっごいなんかゴキゴキ言うよね肩が、この今日というかねここ数日、今日可愛すぎ、ありがとうこの間のラジオのうわあ、えあれだってさ4日やろ確かね、お餅珍しいよねこんなギリギリなの、もうそんぐらいで、お餅もねすごい忙しそう、ちょっとめっちゃなんかメイクは直したけど髪の毛巻き直す時間までなかったみたいなのでパヤパヤです、もう今日雨でマジないだいつも可愛いけどありがとう、やばいよ、ジャック・オブ・東京もだし14日もやばい、ジャック・オブ・東京もめっちゃ楽しみ、今回ユニットがありますし、あマリアさん、おおすごい、マリア様もいつも通り計画的犯行って感じの時間、いつも5000兆だね今日は500K、 もうダメだ5000すら読めなかった、もうねちょっと K とかなんとかわかんないんよ桁、なんかそれ別に必要なくない、その単位を使うことってあるって思っちゃって覚えてないんですよねつって、吊り橋効果だよ、そうかもしれない、ラジオ早くスタジオ来てほしい、行きたい、とてもよかったありがとう、配信する時間に、あのねショールームは毎日3時までに配信を始めないと、その何日付の変わるタイミングが3時なんよ、ショールームは毎日配信の、毎日配信って言っても1日毎日毎日するけど、そのだから3時までは5月7日分の配信なわけで、3時過ぎると5月8日分の配信なわけやけん、ね、3時までに始めるっていう、逆に3時過ぎたら8日分の配信ができるよっていう、キュアフロでレナさんえそう、それめっちゃ映っとったよね、違うよ、だってなんかどうしようかなって思ったけど、レナさんめっちゃ楽しそうにさ隣に座ったけんさ、喋っちゃったって思ったらめっちゃ映っとってビビったそうめっちゃ映っとった、まさか映るとは思わんやん、めっちゃ映っとって笑った、でも今日ね実はあんなに笑ってたけどね、マジアフロダイナマイトシンポジっていうか初めて出るポジションだったの、マジドキドキ、今日やば、今日のライブマジやばかった、マジ緊張した、なんかねアフロダイナマイト初めて出るポジション、空の色はよく
てたポジションやけど、そもそも空の色の9人出るのがマジ数ヶ月ぶり。しかも先週福岡とかあたりに空の色の7人のシンポジ一つ、前数ヶ月前に1回だけやったことあるポジション一つ、まあほとんどシンポジみたいなもんみたいなのをやってて、もう頭がごちゃごちゃなわけ。9人の空の色ってどんなんだったっけみたいな次元になってたから、まあちゃんと思い出したけど、そうっていうやつ一つ。あとはもう絶対に半年以上入っていないであろうジャンピンナップジャパンのマイカさんポジション、ジャンパーター格闘技明れの落ちサビの人です。したやけん、もうマジほんと全部シンポジみたいな感じで、もうやばかったマジで。お便り、そう、お便りにめっちゃ読まれとった、ツイッターめっちゃ書いとってくれとった、ありがとう。なんかカクカク、あら、あ、そういうこと、そう、シューシューさん、そういうこと、再起動完了、あ、カクカク治った、よかった。珍しく配信リアタイして、おー、ありがとう。でもしおりさん言われる、あはは、そうだ、あれカナがこうやってプロポーズしたけど、こうやって指を投げ捨てられてるけど、すっごい全力で投げ捨てられとったけん。ちなみにうちもめっちゃ笑っとったのがめっちゃ映っとったけど、割とみんな笑っとったよあれハヤトさん、はじめまして、来てくれてありがとうございます。日本の魅力をおもてなしの心とエンターテインメントの力を使って世界に発信していくアイドルグループ漫才ジャパンの福岡県の七瀬葵です。よろしくお願いします。すみちゃん、十人十色レオ、おー、あそこが好きなんか。ラジオとか久々に聞いた、ありがとう。みーさんが歌ってるし、そう、みんな笑ってはいた、みんな笑ってたけど、うちとレナさん、まあレナさんはそりゃそうなんだけど、うちあたりがめっちゃちょっとね、まさか映ってたあらーっつって、俺よくないね、ちょっとバレた、裏にゃ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 にわとり、裏にゃにゃにゃにわとりがいる、ダメだ、歌に乗せないって言えないそう、言えとったんかいなって思って、お嬢さんやっほー、くらって、何それ、アテナバリアはあと10分で効力が消えます、なんか今日攻撃されたけんバリア張っちゃったやばい、どうした、あーちゃんがそう、めっちゃ笑っとったよ、思ったより笑っとって、ウケた、いやっていうか絶対、いや違う、別にライブ会場にいる人にはもう見えてもいいなって思っとるんや、そこはああいう感じのはね。でもなんか配信では映んないやろうとか思っちゃったじゃあですか、ありがとう、すみちゃん今日ね、どうした、やばい、なんかすごい急にここかい、チュッパチャップス食べたんだ、そうなんだどうした、急に5歳児になったよどうしよう、ちょっと子供ね、ちょっと子供はねあんま得意じゃないんよね、可愛いとは思うけど人見知りしちゃうからさ、ちっちゃい子ってさ割とさ、なんか極両極端みたいなところあってさ、人見知りする子はもう何話してももう何も話さないじゃん、なんかそ気使って頑張って話すみたいなことをまだ覚えてないからさ、本当に話さないし、話す子は話す子でさ、もうすんごいお友達じゃん、まあそっちの方が楽ではあるんやけどさ、もうそのお友達で来られてもこっちは人見知りするし、でも人見知りされるとこっちも人見知りするけん何も話せんしってなっちゃうまあそれは対人関係でそうなんかもしれない。あと、もうちっちゃい子の扱いって難しすぎてうちには無理ね、おい、何、いちいさん、さらちゃん、最近バイトバーモチベート、お、やった、嬉しい、6月まであと1ヶ月ちゃい、やんな好きです、結婚はちょっとしないかもな、ちょっとなんかチュッパチャップスって報告したくならん、ならねえよ、そりゃそうだよ、自分でちゃんと分かっとるならねえよならないよすごいうざい言い方したよ今、絶対謝ろうごめんなさい
なんかさ、今日、あ、ありがとう。ねえ、ちょっとねえ、うちはさ、今日さ、アイシャドウ、最近アイシャドウ割れてるんですけど、ジュリアさんとあやみさん、おお、やったじゃん、今日割れてるんですけど、もう今日とうとうもう粉々に散らかっちゃって、この中でもう本当に終わりだと思って、しかもね、ここも割れてここも割れたの、やばくない？マジ無理と思って、本当にどうしようか今迷っています。本当に無理だって、これもう買えないよ。まあでもどうにかして、もうなんかピンク系の単色の濃いやつ買いに行こうかなとか思いながら生きています。泣いた。アイシャドウ割れるのが一番悲しい。もうすっく割れた時もマジで心臓に大ダメージを負った。心臓に、本当に少しずつ、お、ありがとうじゃあプリン味とラムネ味といちご、おー、え、めっちゃ食べるやん、めっちゃ食べるやん。メイクだ、やったね。最近でも薄メイク意識してるんで、でもね、今日はちょっと濃かったんやけど、あっち久々にちょっと濃かったなって思ったけど、あのもう夜なんで割と落ちて薄くなりましためっちゃこの、やった、終焉村だよ。じゃあ新しいの一緒に、じゃあちょっとデパートに行くかっつって、ダメだよこんな女になったら、いや、みんな女じゃなかったわ危ない、ダメだよこんな女になったらみんなはって言おうとしたけど、みんなは別に割と女の子は少なかったわ、今聞いとる人少ないというかコメントの中にはいなかったわ。もしかしたら聞いてくれとる人がおるかもしれんけどね。違うんだよ、これはもうみんなのオタクしてるのと一緒なんだよデパコスのお宅だけど、もちろんデパコスじゃないのを使うよ。なんなら今アイシャドウね、最近さ、ここに女性、ん？最近ね、キャンメイクのさ、このアイシャドウ買ってさ、ブラウン系のアイシャドウが欲しくて、でも最初からデパコスのブラウン行って失敗するのはしんどくて、ブラウンあんま分からんけんさ、これ買ったら結構気に入ったけん、嬉しくて使いよる、嬉しくて使い、違う、もううちのモチベの問題でもあるよね。まあ別に正直言うとアイシャドウは別にデパコスにこだわりはないんやけど、でもなんだろうな、多分ファンデ、下地、リップ、クレンジングあたりまでは揃えたくなっちゃう。リップは今マジなんかね、うーんって感じ、なんか絶妙に、絶妙にちょっと微妙、なんかこれも結構気に入っとるけど、やっぱ濃すぎるという、濃すぎはせんちゃけど、もうちょっと優しい色の方が可愛いんじゃないかって思って、でもこれのつけ心地はめっちゃ好きで、めっちゃ落ちんし、マジ好きやったけど、これの別の色、これシリーズ系のシューの別の色買うかちょっと迷っているけど、ちょっと迷っています。でも買っても多分もうちょっと先、さすがにもうちょっとこれ使おうかなと思っちゃう。ダイソーのレジ横に3つで100円だったから、ここになるほどね、あるね、気をつけます、気をつけてね女性の方はお客様の中で女性、女性の方いらっしゃいますか。男性だってメイク興味、まあそれはいいと思うよ。でもさ、うちはさ、こういう女に並んでねって言おうとしたんやけどさ、みんなはって言ったけど、みんなはそもそも女じゃなかった。デパコス美味しいはマジでわかる。デパコ、うちさ、今までで一番美味しいリップ言うとさ、ディオールのさ、ディオールはねマジ美味しいんやけど、基本的にディオールのね、これめっちゃ汚いんやけどさ、ちょっと遠目でやるね、このタトゥー、タトゥーじゃない、リップティント、ティント語彙力失ったんやけど急に。ディオールのね、このティントもうね、なんかスッカスカでないんやけどさ、これこれこれマジで美味しい、本当に一番好き味。そういや心配してたコマが一応いて、やね、あ、了解ちゃんと見てることしてる。マジチヤホー、メイクとか化粧品興味はないけど、好きな人がメイク変えたら気づけるぐらい彼氏のすげえよ、気づけたらまた可愛いけど、女ではない、女だとネット上でだ、タトゥー、リップタトゥーって書いてあるの、でもこれリップティントなんだよね。でもさ、タトゥー入っとる女の子いいよねと思っている。なんかち
ちょっとワンポイントタトゥー最近思う。いやでも自分が入れ替えたいかって言われたら、あの正直言うとあのピアスもあの痛そうで怖くて開けれないぐらいなんで、正直タトゥーとかしちゃうと痛そうで無理なんですけど痛そうで無理なんですけど、いやいいよなでもって思っちゃう最近ね。すっごいワンポイントにタトゥーが入ってる女の子を見たい欲望がある。欲望願望でも痛いって聞くけんちょっと怖いってなる。この前電車の中でそれと似てるの。へえ、電車の中でデパコさんのところでちゃんとした香水買ってみてチキって。ああでもそれもわかるかも。白はデパコスか、デパートにあるってことはデパコスか、だとしたらデパコスだったかも。確かにこの間岩田屋で買ったわ。そうちゃんと福岡でちょうど香水がなくなったけん、天神でさ岩田屋行ってからさわざわざ白に行って、白の紙袋でみんなルンルンで帰るはずなのに白の紙袋もつけてもらったけど、その上からわざわざ岩田屋の紙袋で包んでもらうっていうすごいめんどくさいことしたっていうことを言った気がする配信で。岩田屋の紙袋みんなわからんと思うけど、もう福岡の人はね、あーこれってな。シールタトゥーが、あーまあそれはあるかも。でもそれならせん、自分はせんでいいなってなるよね。いやもう単純に見たい。え多分うちは女の子の好きな系統が割と強い女みたいな見た目の人が好きなやけんさ、そうなると好きなんよ。いや見たって思う。電車は忘れてたな。あらまあかわいそうに。ディオールもさ、あのさマキシマイザーとかマジでいいんよね。一時期ね沼にはまったのマキシマイザーの。あーでもこれダメだと思って、もうマキシマイザーの沼にはまった。あれほんとにね癖になんの唇。あれちょっとヒリヒリするんやけど、それでリッププランパー効果っていうぷっくりさせる効果があるんやけど、ヒリヒリして刺激して、もうそのヒリヒリがマジで癖になんの。やばいこれは中毒性があるって思って一回やめました。でもちょっと欲しいなって思いながら、でもね高いんだよ。伊勢、そう伊勢丹の紙袋みたい。どんな紙、わやばい、キャリーの中に直しちゃった。今度見せます。なんか牛柄みたいだよ。あうちはミルクティー、あーでうちは今はホワイトリリーずっとつ、ね、というかヘアオイルがずっとホワイトリリーだったんですけど、これヘアオイルだわ。そうホワイトリリー使っとる、白の。もう買えんと思うこれはしばらくは、飽きるまでは。でもね香水選びに行くともう何がいいかわかんないよね。何なんか全部いい匂いやけど結局何ってなって、結局ホワイトリリーが一番好きだし、好きだしいいなって思ったので、そう落ち着きました。立ち上がりやっほー。あそういえば待って、何日だったっけ今日。489日です。イエイ489。3で割れるけど多分13 39 13 90 103、そんなことなくない。489 ん489、違うわ、150+13なんだ、163なんだわ。163ね、みんな163むずいね。163素数らしい。香水わからんよね。うちは香水はちょっと苦手、苦手というか、あ香水をつけとるのが苦手とかじゃなくて選ぶのが苦手。むずい、なんか結局全部いい匂いじゃってなっちゃう。でも逆にアロマオイルは結構好きかも、選ぶの。あこれいいってなる。アロマオイル好きなんよね。何
がいいか分からなくて香水が、まあでもうちもちょっと前まで座った出た、そうそうよ、前に伝えた香水から変えて今回新しい、おー、そうなのね、久しぶりに、ああ確かに久しぶりに見たかも、何やっけな、コスメ欲しいってなるけど、でもまずは服買いたいな、本当はコスメの方が服よりも好きなんやけど、やっぱコスメを買いあせてもね服がないんだよってなる、あごめん、いや、え何、えめっちゃ気になるやん、選んでるうちにハンドバグって諦め、マジで本当にそれわかる、マジでわかる、えなりやほー、今度かい、それ言い方ほんとそう眠たくなってきた、というかね、ちょっとやることがね、なんかたまに別舞台、色違いやったね、確かに、どうしようかね、ちょっとね今日やばいね、最近まず配信が短いの悔しい、悔しいけど悔しい、やばい、まあ、つけてくだろうし、オッケー。今日のジナジェが、嬉しい、ありがとう。今日のジナジェマジ久々ポジションすぎてね、めちゃめちゃ緊張しとった。あれさ、いつ以来っちゃろう、マジで。ちょ、見たい。わかるかな、どうだろう、なんかね、結構記憶に、多分ね、マジで6、7月とかだと思うよね。去年の。入ったの、かワンチャン11月ぐらい、結構マジであると思うんだ、うわー残ってないんかな、どうなんだろう、違う、どうだろう、本当にそんぐらいな気がするんよね、ないな、見当たらんかった、今いろいろと大変進む中でちょっといっぱいある でもね、どうだろう、いや落ち着く、分かる、9日、いやここ1週間ちょっとやばいかも、やばくはもうないけど、やばくもない、やばくもないというか、うちはやばいけど、うちの中ではやばいけど、でも多分自分の時間の使い方はもっと上手になりたいなというか、ならなきゃなとも思っています。高世界へくしゃみ出るな。マジ。ローン頑張ってフロントセブンの日の配信。まあでもそれ以外の人も全然みんな忙しいと思うよ、本当に。それだけじゃなくて。でもフロントセブンになったからにはそこはやっていかなきゃいけないし、そこだから忙しいっていう言い訳は絶対に通じないとは思うけん、だからね、なん時間の使い方もっと上手になりたいって思って、お自然いいしサルパーだいし、あー確かに、でもちょっともう今日はね
今日のジャンピンナップジャパンのうちはマジ余裕なすぎて、もう全然全然あれだった。ゆうなさんこんばんは、やっほー、今日は好きでありがとう。時間の使い方マジ難しい、そう24時間が私は足りない、眠れないよってなっちゃうから、ちょっと頑張ります。1日マジ30時間にしてほしい。 1日30時間にするとしたら何をしたらいいかっていう無駄なこと考えてみる。何もできないんだけどさ、でもさ、でもそうなると生きていけないんだよな多分。地球の自転が遅くなればいいけど、そうなると多分人類は存在できないだろうからさ。ジナジアはマイカさんポジです。あ、リンリン今日ありがとう、まだ起きとるんか。セルカさんありがとう、え、マジ嬉しかった昨日夜見てありがとう。落ちサビ後半、あ違う、最近フロントセブンの人の配信しか、あなるほどねありがとういつも来てくれてありがとう。それで福岡、お、こちらこそありがとう、今日も頼んでくれたりして、そう福岡海鮮徐々に。あジナジェってそれジャンピンナップジャパンの略です。全部にびっくりマークつけたら頭文字なんだよ。エルフフィーと一緒じゃない、多分ラブフロンファーイーストを略すときにエルフフィーって書くのと一緒だと思う。でもわびさびの略し方マジわからん、わさびしかわからん、でもわさびじゃないんだよ、わびさびなんやけどさ、マジどう略そう問題や。でマジ葵ちゃんってさ、たまにあざといやんな、え、あざといんだ、ちょっとどこがあざといかもマジ全然わからんかった、かわいすぎん、ありがとう、イエーイ嬉しみピヨピヨ丸。今日はまだやることが残っているので25分ぐらいになったら配信終わろうかなと思います。 LFFE、 そう LFFE ってね、マイク表とか書くときは略す。マイク表さ、あれここにあるかな、あでもこれあれだな、原本じゃないな、向こうだな原本、なんやこれ、まあ別に見せ、もう終わったライブなんで見せてもいいんですけど、こういう風にマイク表ね、誰が何持つっていうのを書くんですけど、こういう風に曲名をこっち側に書くんですけど、短いわけよ欄が。そうなるとね、あのだいたい略すんですけど、俺に対してあざとくない、ひょっとして干され、干され、あざといがわからんちゃけど、あびさび、WBSB なんかさ、分かる、な何してもしっくりこんくて、わびさびは略し方、まあでも LFA もしっくりきてるかってやれたらと、でもしっくりきちゃったの、ワールドビジネスサテライト、うん、 B は最後のそう有言実行できたの、しかもね、マジで嬉しい。でもまだまだ次の目標はあるけんさ、ワールドビジネスサテライトバーか、え、ちゆもさんこんばんは、初めまして、来てくれてありがとうございます。日本の魅力をおもてなしの心とエンターテインメントの力を作って世界発信していくアイドルグループマズイジャパンの福岡県伝道師のなさおいです、よろしくお願いします。ボギーさんこんばんざい、受賞してるときは大体ネタ発言マジレスされるか、返答に困るちょっとマジレスしちゃうんだが、でもネタ返せどうしたらいい、ネタで返すのが下手なんだよ今日は空の色いいね、嬉しい、シネマグラフシネは今日なかったね、最近空の色ね出ることちょっと多い。マンザジャパンの物販の連携プレイ、お、しかもね今日はねリニーマンザジャパン初めてやったけんさ、すぐ撮れたしね、乗り欲普通の、もう乗り欲が難しい陰キャだから、青い真面目だから絶妙にカッコがいるよ真面目だから
ちゃ違うよ、陰キャなんよ、陰キャなんよマジ、め本当に陰キャなの、本当に陰キャなの。でもそんな真面目なところが気分、何なんかさ、そう、ありがとうありがとうなんだけどさ、やっぱウィンクしながら言っとるよねっていうその言い方よね。でもそんな真面目なところが君の良さなんだけどねみたいな言い方しとる。ちょっと笑っちゃったけどありがとう。ゆゆさんこんばんざい、イボマンキツさん、あ、やったよ、ありがとう。アーカイブあるもんね、あとアイドルライブジャパンとかも、ね、中身が陰キャなのも見た目でごまかす、そういうこと、見た目でごまかしてんの。派手髪やからギャルじゃないけんさ、みんな全然陰キャやから。この前チェキの時めっちゃ瞬発力ある回し、マジで調子良かったらいけるかも、いやわかんない、思いつく、思いついたのかも、もう一回ウィンクウィンクリクエストの巻、最近マジでメイクすんの自分、今ふと思った。ご時間ありがとう、さくらと全く思い出しちゃう。いやでもそうだよ、陰キャでも派手髪はするもん。バブル時代のトレンディードラマはクソデカ入りスーツ男かやったけど、もうすっごい公開設定、トレンディードラマクソデカ入りスーツ、でも2回読んじゃった悔しい。むずいな。いやかっこよくはなくね。考えたけど福岡に陰キャはいるよ、どこでも陰キャはいるよ、さすがに陰キャで黒髪です、いやそりゃ黒髪もいるだろうよ、でもなんか派手髪だと陽キャみたいなノリは違うけんねって思っています。陰キャですがよろしく、やばい、もうピースしかできんと陰キャやから、陰キャしか言わんけど、人生楽しければいいんよ。ブラコラがおじさんだからブラ、それはそれはそうかもしれんつって陰キャとやばい、陰キャが悪いって誰が決めつけたんやつってね、だって陰キャだって人生満喫してるもんつって言ってます。陰キャでオレンジはすごい、同じ KCG がなかったら全て、それピース大好きやから、トモキッツァンさん、おっす、はじめまして、来てくれてありがとうございます。もう全然30分だからソロぼっちかな、パブルトインディクスでかエリスーツ男臭いセリフ言ってもかっこいい。そうなのか、そのかっこよさがわかんないのはなんでだ、わかんないな、違うわ、うちあんまりなんか、ドラマとか見らんけんなのか、わかんねえ、ふと青いトネ立つしビビる、ふとそれは絶対自分で遡ったやろ。陰キャを陰陽で、え、でも陰陽で分けてもいいとは思うの、別に陰陽で分けてもいいけど、陰の何が悪いってやっぱ陽があれば陰もあるわけよ、人生楽しければそれでいい。そろそろ時間ですね、陽キャ苦手、でも、ね、俺陽キャのノリって分からんよね、陰キャからしたらそれは何が面白いのってなっちゃうんよ。でも別になんか何がだから面白いことできないのかとも思うけど、悔しいな、隠れ陰キャなの実は。会社でもオーバーホーダーが社長いますね、すごい、福岡のポジティブ陽キャの今博多弁可愛いからありがとう、たまたま席帳開い1ページ目でもそれは開いてるよ。でもね、そう、そらぼち時間なのでそろそろ配信終わろうかなと思います。 DM でイメージ送った、何を送られてきてん、ちょっと笑う、若干が
これが何言ってもかっこいいわ、マジわからん。ということで、あ、星くんおはよう。今日すれ違わんかった、ギリギリ。どうだろう、今は12月からもうすでに始まっていたみたい。ほな、お疲れ、おい、ありがとう、お疲れ、ありがとう。配信お疲れ様、ゆっくりゆっくり休む、ありがとう。星くん昨日はすれ違っちゃったって言って、今日もギリセーフ、どっちだろうつって赤ちゃんの絵文字の真似してます。全然わからんかったと思う、みんな何この、これ何って感じだったと思うけど、赤ちゃんの絵文字の真似をしましたお疲れ、ありがとう。ということで今日はこの辺で配信終わるかなと思います。皆さん来てくださりありがとうございました。また明日も配信するので、明日は渋谷からの、渋谷からの池袋で2本ライブがあります。ぜひライブも来てくれると嬉しいし、明日も配信するのでよかったらそちらも見に来てください。よろしくお願いします。ギリセーフ、もう一回、赤ちゃんメイド、お、ありがとうということで配信終わるかなと思います。皆さん来てください、ありがとうございました。以上、バンザイジャパン福岡県伝道師七瀬葵でした。またね、おやすみ、おはよう、バイバイ。